はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは兵庫県姫路市新州大谷派妙泉寺住職縄辰徳さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。せっかく縄さんと出会ったんで、ちょっといろいろ教えてもらおうとちょっとこうやっぱ改めて浄土真宗のことをね、いろいろ考えるんですよね。はい。で、すごいこう世の中でまあよく言われることなんだろうか、思ってる、なんか素朴に浄土真宗、浄土宗は南無阿弥陀仏であると、はい、で、まあ、浄土真宗浄土宗ちょっと区別はよく分かんないけれども、念仏を唱えれば救われるとか、まあ、極楽浄土だか天国だか、わからないけれども、まあ、どっか、まあ、そういういいとこに行くっていう、唱えればそうなるんだっていう教え、まあ、くらいのイメージで捉えている方もいらっしゃるかなとは思うんですよね。で、このこれがどう一体仏教であり得るのか、仏教にで遡れば、ゴータマシッタルタ、お釈迦様が、はい、一切は苦であると、はい、人生は苦であると、で、それをどうそれこそ生き抜いていくのか、まあ、その道を示された。でそれは苦しみっていうのは思い通りにしたい思いから生まれるわけだし、執着から生まれるわけだから、まあ、それを、掃除していこうというのか、離れていこうと、それを完璧にやりきったところに浄土、ブッダになる、はい、ということが、あると。で、まあ、それはそうですねと。で、じゃあそれがなぜ南無阿弥陀仏一つで、なんかそれに類することが実現するのかと、うん、で一つ私は浄土宗はまあまあわかる、はい、というか、まあ多分法然上人が頑張ったのは何かというと、南無阿弥陀仏、この念仏の仏道、まあ最もシンプルな仏道ですかね、がいかに、その仏教全体から見たときにちゃんと仏教の一つなのかっていうことを位置づけられた、まあ、それがこう頑張ったことだと思うし、でじゃあ親鸞聖人がどうかというと、新しい浄土宗じゃない浄土真宗だっていう何か立てようとしたわけでは決してなくて、法然上人がおっしゃったことはこういうことなんだ、説かれたことはこうなんだということを、まあ、特に、まあ、どっちかっていうと喋りの人だった法然上人に対し、親鸞上人は書き物で、そうですね、しっかりと補強というか、まあ、応援したわけですよね、サポートして、はい、でやっぱ浄土教、この念仏の仏道がなんで仏教なのかといった時に、南無阿弥陀仏でそのまんま即座に
仏になるっていうことではないよと。ではないですね。ではないよと。はい、阿弥陀仏の浄土に生まれて、そこで、まあ、要は、あの、最近の言い方で言うと、エントロピーがどんどん増大していくと、うん、この世界というのは。要は、とっちらかっていって、うん、どんどん時代が下っていくと、修行しにくくなっていくよね、と。ゴータマ、シッタールタ、お釈迦様でさえもしかしたら、2500年後の今に生まれてきたら、うん、そう簡単には悟れなかったんじゃないかと。で、あの、というような今、末法の、はい、さらに末法の時代において、はい、もうこれ普通に根性で仏陀になるのは無理だよね、うん、こんなに修行環境が整ってないのに。だからそれを、でも、あの、必ず私たちは、やがてはいつかは仏陀になっていくんだっていう思いの中で、ベクトルだけはまず定めていこうねっていうことにおいて、その、まあ、阿弥陀仏の、あの、世界という、うん、理想的な修行環境ですよね。そこに向かっていくベクトルは整ったっていうことなのかなと思っているんですけど、あ、ここまでは大丈夫ですか。はい、あの、はい、あの、まあ、表現の違いはあれと、はい、あの、あの、はい、あの、大まかには、はい、あの、共感します。はい、はい、で、ここがわからないんですけど、はい、多分法然上人はそういうふうに説かれたんだなと。で、南無阿弥陀仏でこう、あの、そういうこうベクトルが定まっていくんだよと。だけど、この往生即成仏っていう、この親鸞上人に至った時にこう出てくる言葉が、親鸞上人の多分教えの特徴として語られ、しばしば語られることだと思うんですけど、往生したら、浄土に往生したら即成仏なんだっていう言葉があって、ここがいまいち私がわからないところでもあるんですよね。そのベクトルは定まる、ブッダに必ずなっていくんだっていう方向に定まっていくんだけれども、でもその往生即成仏、まあ、これは私の解釈ですけれども、親鸞上人は別に法然上人の教えを曲げようとしたことはないので、それをでも自分の受け止めにおいて、そこの時間軸が一気にこう、まあ、即っていうのはイコールではなくて、まあ、こうギリギリのところまでこう時間が迫ってくるっていうんですかね、はい、言い換えるとこう時間軸を飛ばしてしまったというのか、ベクトルが定まってるんだから、うん、早いとか遅いとかそういうことはもう関係ないっていう意味での即なのかなと思って、うんうん、あの、私は捉えたんですけど、はい、どうなんでしょうかね。そうですね、ちょっと、はい、この即をどう受け止めてどこまで表現するかで、まず宗派によって、まあ、特に、まあ、西本願寺、東本願寺、本願寺派と大谷派で、まあ、強調点とかどこまで表現するかでちょっとやっぱり差があるんですよね。ギリギリの範囲が変わってくる。で、それがなんか、往生するのは現象か死後かとか、ああいう二極化、二項対立的な議論になると、ちょっといろんな豊かなものがちょっと損なわれるなと思うので、私はあんまりああいう方向にはちょっと議論したくないんですけれども、まあ、私がどこまで表現するかというと、まあ、例えば未だ往生せずとも往生するがごとくの境界がこの迷いの、ま、こう人生の中に開かれるんだとか、はい、そういう言い方はするんです。ちょっとずるいかもしれないんですが、それを、あ、じゃあ往生するのはいつですかとか、そうなるとちょっとなんかこうだいぶ狭まってしまうなって感じがするんですよね。はい、か即っていうのをちょっと私が表現するときにはそういう言い方をしますよね。私は思ったのは、そう、あの、法然上人は往生するのはいつですかっていう問いに対して、わりかし、まあ、明確にというか、あの、それはその根性ではないわけですよね、はい、っていう枠組みで捉えていたと思うんですけども、親鸞上人まで行くとその枠組みは全然変わってないんですけど、はい、親鸞上人の
あの心持ちとして、はい、あのやっぱあれだけ要はこう内省的な、あの非常に厳しく内省的な方だったからこそ、あのその分喜びも大きいっていう、はい、結構感情の幅が大きかった方だと思うんで、はい、その喜びがぐっと出てくる時の表現としてはもういつとかどうとかそういうことじゃないんだと思う、うん、そうですね、うん、早かろうが遅かろうが、あの絶対に無理なことがあの叶ってしまうと、はい、私のどういうふうに見てもあのブッダになれっこないものがブッダになるということが定まってる、それはもう、もうそれだけであの素晴らしいんだっていうところで、そうですね、うん、そういう感じなのかなと、そうですね、受け止めてました。必ず仏になるべき目に定まるっていうことですよね、はいはい、その確信と、まあ、その感動のまあ、喜びを表現されてるってことですよね。そうするともうもはやいつですかっていう問い自体が飛んでしまう、うん、そうですね、うんうん、そうですね、うん、そうですよね。あのと聞こえてくるっていうことで、はい、私は、まあ、グッドアンセスターという本を翻訳したのも多分影響してるんですけど、はい、南無阿弥陀仏って唱えていると、今私が唱えている南無阿弥陀仏もこう一度唱えられたわけですね、はい、一度や二度や、まあ、何度もですね、それがこの世界に響き続けていくというか、いやもうもちろんあの過調範囲にはないんですけども、でもやっぱり一度響いた空気はね、あのうっすらとでもやっぱそれはずっとバイブレーションは あり続けていて、そんな風に考えると逆にかつて唱えられたね、たくさんの南無阿弥陀仏も今ここにあり、うん、なんかそれと響き合っていくような感覚っていうのがあるんですよね。そのあたりにこう浄土真宗って、まあそのわりかし先祖供養、はい、ご先祖様のを弔うとか、うん、まあ、そういう場面で自然と南無阿弥陀仏って唱えられるっていうのは結構素朴な日本のね宗教習慣としてあると思うんですけど、そういうことじゃないとはこう切り離してその阿弥陀仏の話をしがちだけれども、でももっとよくよく考えてみると、なんか別にまあ阿弥陀さんっていうをこうその死者の存在とそこまで切り離さなくても、うん、そうですね、うん、なんかもうちょっと重なっていく世界観っていうのがそうです、ね、あるんじゃないかななんてことを思ってるんですけど、そのあたりってなんか、ああそうですね、おっしゃる通りだと思いますね。切り離す必要はないと思いますし、諸仏って言葉がありますよね、もろもろの仏と書いて諸仏、はいはい、だからまずお寺で法要するとか法事を務めるという時にはその亡き人の縁を通してということになりますので、まあ、過去の私たちに先立って命を得られた方々と、まあ、仏として、まあ、諸仏として出会い直すということになると思うんですが、その諸仏というのは過去にとどまらない、過去の人も含みますけれども過去未来現在全部を包むんだという言葉があるんですよね、うんうんうん、古来元の仏仏仏想念という言葉ですけど、うんうん、だから過去だけでなくその今こう仏を見出すっていうことが過去の仏とも出会うし未来の仏 をも見出すんだという、なんかそういうことが言われていますので、過去と切り離す必要はないですし、うん、でかといって過去にとどまるものでもない、むしろ今手を合わせること
生阿弥陀仏と唱えることが未来をも開いていくんだという、なんかそういう世界観なのかなというふうに今ちょっとお聞きしながら思いましたね、うん、未来に未来ですね、はい、妄想幻想という言葉がありますよね、はい、念仏の、まあ、行者は阿弥陀仏の浄土へ往生していくんだけれども、まあ、それを妄想というけれども帰っても来るんだと、はい、まあ、幻想の菩薩と言いますかね、帰ってきて、はい、むしろこうすぐに帰ってきて、こうまた働き始めるんだ、はいはい、で私はなんかこう行って帰ってくるっていうのがどうも頭の中で構図が作れなかったんですけど、うん、そうですね、ようやくちょっとこう見えたのは、自分なりにね見えたのは、なんか矢印がこうよく書かれる時の矢印が、自分が浄土に行きます、でそこから帰ってきますっていう、こうなんかこうラウンドトリップ、飛行機のこう、ね、行って帰ってくるみたいな、そういう図で書かれがちだけど、私はなんかむしろベクトルは一本道なんじゃないかと思ってて、あ、ね、はい、まあ、全部ブッダに向かっていくわけですよね、うん、はい、で私が今こうして、そちらに向かってその念仏道でベクトルが定まっていく、それをむしろもうすでにその幻想の菩薩は背中から押してくれているっていう、なんかね、それでしかないっていうか、はい、うん、そう、結構その帰ってくる図で書かれるのが私がずっと混乱していたことなんですけど、そこも大丈夫ですか、この解釈。いや、非常に共感しますね。多分行って帰ってくるとかいうのも、もう私がっていう主語で、私が行くのかとか誰が行って帰るのかとか、なんかそういう議論にね陥りがちですし、そうなると行くのはいつかとか帰ってくるのはいつかとか、そういう議論になるんですけれども、やっぱり親鸞聖人にそういうのをもちろん教義の論理的にこうちゃんと教えてくださってるところもあるんですけれども、まあ、論理というか道理として教えてくださってるところもあるんですが、うん、やっぱり比喩例えでこう示してくださっていて、大きな船に乗って、まあ、浄土に運ばれていくんだと、はい、で運ばれていくというのが、まあ、王僧っていうベクトルですよね、うん、でそれがおのずから幻想の働きもするんだという形で言われていますので、なんかあまり自分が行って帰るというよりも進んでいくところにもすでに幻想の働き、まあ、働きの中にあるし、その進んでいくことがまた次の人たちを導いていくっていうことになるんだ。そうなん、そうですよね。で、それの、で、こう浄土に運ぶ、こう進んでいくっていうことも他の人を導くっていうことも全ても私ではないんだということですよね、うんうんうん、それが他力栄光っていうことですよね。そうですね、まあ、ある意味それぐらいに、妄想幻想、その往生浄土のことを考えるときにすら私基軸に考えてしまいがちな、そうそう、ね、はい、我々であるみたいな話です、はいはい、そうですね、うん、いや、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。
ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。